萌ちゃん始まりました。今日はシンガポールを飛び出してとある国にやってきましたよ。萌ちゃん始まりました。今日私たちはタイ、バンコクに来てます。そうなんです。子供たちがタイの学校にキャンプに出かけている間、私たちはバンコク夫婦二人旅を決行したというわけなんです。オープンカー、サワリカー、ガイドさんもねお願いします。あ、ミーシャン、旅行ガイド、ミーシャンさんです。あ、ミーシャさんです。ミーシャさん、よろしくお願いします。今日はこの寺院で何かを見れるんですかね。せっかくの夫婦二人旅なので、ちょっと大人なツアーを計画。1日目はバンコクの寺院を巡るツアー、2日目は700年前貿易の拠点として栄え、日本ともゆかりのあったアユタヤ王朝の遺跡を巡るツアー、そして3日目はタイの人々の暮らしや息遣いが感じられる水上マーケットを見学。順次萌えちゃんでお届けしてまいりますので、お楽しみに。まあ、いろいろ見るんですよね今日はね。すごいよ。あれ国王ですね、前国王ですかね、フミポン国王ですね。あれがトゥクトゥクですか。さて、我々はゴールデンブッダが見れるんですかね。ねえ、すごいね、面白いね、タイ。金ピカですね。あと寝ているこうね、仏像の寝仏、体感すごい。タイですね。なんかお線香の匂いする。うん、4月なんかブッダの生まれた誕生日が4月9日だっけ。あ、そうなんだ。4月10日とかなんかそこら辺の最近だよ。うん、つい最近。そうなんですね。あ、花祭り。独特顔。顔独特。日本とも違うよね。お、なんかに囲まれてるよこの人。蛇？この蛇はナーガと呼ばれていて、タイではとっても人気の仏法の守護神という役割なんだそうです。蛇のような、獅子のような。寝てる。見て、あのぽっちゃりぽっちゃりブッダ。ぽっちゃりブッダはなんだろう。ゲスさんみたいな。シンガポールとも全然違う雰囲気だ。うん、こういうさ、黄金の寺あんまないもんね。うん、確かに。中国っぽい寺があるんですよ、シンガポール。うん、チャイニーズカルチャーの黄金の感じはすごくタイだ。私たちが今いるのはワットトライミットという寺院。こちらには約3メートルで完全純金製で世界最大の黄金仏が鎮座しているということなんです。これがシンハーみたいです。シンハービールのあのモデルで、ライオンみたいな感じ、狛犬みたいな。登っていきますか。すごいすごいすごい。ほー、すごい。近くまで来るとやっぱ迫力がさらに。上まで上がるとこんな感じに街を見下ろすことができます。すごい。ちょっと暑くなってきたわ。ね、暑い。うれしそう。いいよ。いい。俺もやっていい。いいよいいよ。笑ってる。笑ってる。おお。これは日本の感じと全然違いますね。とりあえずインフロントまではいいからね。 OK、 インサイドのビデオ OK、 テクフォト OK、 テクフォト OK。 すごい、すごいです。中入ってみましょうか。はい。金ピカでツルツルのゴールデンブッダの前でパシャリ。いいことが起こりそうな予感がします。ワットトライミットの後、車に乗り込み、私たちは街中にやってきました。フラワーマーケットに来ました。フラワーマーケットとは何ぞや。 This street is a
flower for pray to the Buddha? For offering. Offering? Yeah, for offering and for also for a gift. It's the flower, the orchid, roses. This is for the gift. Marigold. A marigold. Oh, marigold. Over there is jasmine. Nigori. Hontou da. なんかさ、日本の穀物みたいな感じ。穀物？あの仏壇とかさ、なんか誰か亡くなった時にさ、ギフトこういうのをさ、入るのを。あ、穀物？穀物。日本と同じ仏教国、共通点があったりもするんですね。すごいね、これ。これはハスの花とハスの花托です。初めて見た。あるある売ってるよね、ハスの花のやつ。これを売ってるのを初めて見た、ちなみにこの花托、蜂の巣に形が似ていることから花全体を最初は蜂巣と呼んでいたのですが、それがだんだんなまってハスという花の名前になったんだそうです。ジャスミンティーの匂いがする。ね、あれがジャスミンの、白いのがジャスミンの花でしょ、ね、あ、グリーンマンゴー。Yeah, it's a juicy Malayan apple. Oh, we don't know. Yeah, and sugarcane. Sugarcane, we know. Coconuts? Long. Big, long. I've never seen it. It's a curry smell. Ah, this is it. It's a rice curry shop selling rice. Wow.お隣の果物屋さんでもカレー麺。へえ。どこでもカレー麺も売ってんの。パワフルだね。活気あふれるフラワーマーケット。さあ、私たちはどんどん次の場所へと向かいましょう。すごいよ。皇居です。はい、グランドパレスっていうんだね。向こうのグランドパレスに行くために地下街を通ります。いかがですか、今のところ。楽しい。楽しいね。パワフルだね。地下街には昔の地図や写真がたくさん展示してありました。綺麗だね、うん、よく名前覚えてるね。なんか習わなかった。ああ全然入ってこない、来てない、頭に。さあ近づいているのでしょうか、王宮に。お、来ました、王宮近くまで。お坊さんも多いよね。そうだね、目立つね。うん、オレンジのね、今朝来てる。わ、すごっ。なんですか、あれは。パーフェクトヒューマンの入り口のシーン。あ、確かに最初のシーンこんな感じだったよね。人々がごった返してるの。そうだよね、出てましたよね、お前さんも。こっそり仮面つけて。パーフェクトヒューマンのワンシーンを彷彿とさせるグランドパレス、私も出演していました。ご存知でしたか。すごいすごい。This is a grand palace. Oh. 60 acres. Grand palace. こんなに中まで入れるんだ。ちょっと洋風なさ、門とかもあるんだね。なんかすごいぞ。わお。こちらの壁には有名なハヌマーンの神話が描かれています。出た、さっき見たやつや。うわ、これは何ですか。いえ、すごいですね、これすごいですよ。壁見て、これうわすごい、キラキラですよ、ラメラメですよ。うわ、あそこのさ、あれすごいゴージャスじゃない。セレブすごいです、エジから。もう映えの総本山ですよ。わお、あそこ行く。
こちらの中は写真撮影できなかったのですが、このようにエメラルドブッダというタイで最も重要な仏像が飾られています。実際はエメラルドでできているわけではなく翡翠でできているのですが、緑色のとっても綺麗な仏像でした。さて外に出てきました。お腹すいた。お腹すいたということで急いで道路を渡って、食べれるかな。ガイドのニシャさんがおすすめのこちらのお店にやってきました。あ、good。 あ、マンゴーライスだ。マンゴーライス。いただきます。どうぞ。タイ式オムレツ。タイ式オムレツ。それはチリソース。オムライスなのかな。いい。うん、うまっ。美味しそう。カニ玉チャーハンみたいな。あ、そっち系のちょっと揚げた卵、揚げた卵って。天津飯みたい。天津飯。あ、天津飯もありました。うん、うまい。パッタイです。麺あまりのお腹の空きようと美味しさに言葉が出ない私。トッピングがいろいろできて、醤油ベースの辛いソースやこちらチリペッパー、そしてチリの入ったビネガー、お酢ですね。こちらもかけて自分の味を作っていきます。あ、ビネガーない。私の一押しはパッタイウィズビネガー。追いビネガーをしていきます。美味しさを堪能しながら、これからパッタイを食べるときは絶対お酢を入れようと誓った私だったのでした。次回の萌えちゃんはチャオプラヤ川を越えていけ、まだまだタイの寺巡りの巻だよ。お楽しみにね。頑張るママとママを応援する人のためのママズオンラインサロン、声のブログ、ボイシー移住ラジオ、詳細は概要欄からどうぞ。